私はコロナ前に新幹線に乗ることが多く、有名人の方をお見かけしました。大半の方はマスクや帽子、メガネをされていますが、武井さんを2度お見かけしましたが、全く変装されてなくてびっくりしました。気づかれることが嫌だったりしないのですか？さんまさん、出川さんも変装しておられて、声かけると愛想よくしてて、びっくりしました。だって。まあ、俺も基本はしないです。変装。全く。はい。なんかそれも仕事でしょ？俺らの街で気づかれて、ほら、なんかさ、芸能人にさ、街で会うとかさ、レアじゃん。それは俺らからしたら、日常だから、毎日誰かに気づかれて、ずっと歩いてるだけ、こう、あ、竹そうだ、竹そうだって言われながらすれ違われて、後ろ向くとこう、チラチラ見られたりもしてるから、そこからこう、みんな逃げたくて、普通に時間を過ごしたくて変装するんだろうし、迷惑をかけたくないしとか、人だかりになったし、嫌だしとかしてるんだろうけど、決して見られたくないとかじゃないと思うけど、俺は素人時代が長かった。39歳まで素人だったから、39歳まで素人やってる時に、たまに街で有名人見たら、おお、ああ、あの人だって思って、すごい嬉しい経験をたくさんしたから、でしかも何人かの人はそれで話しかけて、なんとかさーんとか言ったら、ウィースとかつって、こう返事してくれた人もいて、それはすごい嬉しかった思い出あるから、でも全然こう目も合わせてくれない。気づいてるだろうけど、こう目伏せてこうすすっていく人も、いて、そういう時やっぱりちょっと、あ、やっぱ芸能人の人だから、やっぱあんまりプライベートあれなんだなとか思ってがっかりした記憶もあるから、じゃあ街歩いててがっかりする人たち増やすのか、あ、今日武井壮声かけたらすごいなんか愛想よかったよって言われて街中でそれ言ってくる人が多いんだったら俺はそっち選ぶけど、でもこう隠れた人もプラスはあって、中身があんまりわかんないから、あの、秘匿性が高まって価値が上がるよね。やっぱあんまり見れない人って。ほら、歌手とか俳優さんってさ、たまにしかテレビ出ないから、あとドラマじゃん。作り物じゃん。素の部分見れないから、だからこういうさ、あの、ライブとかやると何万人もドカーンって見に来るじゃない？見れないものを見るから。だから俺たちってほら、バラエティでもラジオでも毎日何本もテレビとか出てくから、こんなのやっててもさ、テレビと変わんねえから、テレビの方がいろんな人出て賑やかなのに、この画面になると後ろも黒いし、もう地味だし、もう全く視聴者集まるようなプラットフォームになってないの、俺の YouTube ライブって。地獄の YouTube ライブって自分で思ってんだけど、この地獄の YouTube ライブを今700人見てるっていうのは、これでもまだひろゆきの30分の1しか見てないんで、はい。で、ほんと地獄の YouTube ライブだと思ってますけど、でもなんか、そう、秘匿性を高めてブランディングするタレントさんも、俺はやっぱりこう価値があっていいなって思うし、でももう俺ら後戻りできないからバラエティやっちゃってるからさ、だからそっちでやることはもうできるだけ街中でも皆さんに喜んでもらうっていうことをしたら、やっぱ俺らをテレビで見た時に、あ、こいつ嫌いなんだよねってチャンネル変えちゃう人いっぱいいるじゃん。うん、俺は結構嫌われやすいタイプだからさ、ほらなんかテレビ上でさ、なんかコメント拾われてニュースにされて、書き方がちょっとさ嫌な感じに書いてあって、武井壮ってこんな感じなんだっつって嫌われるけど、全然俺なんか会った人でそんなにすぐなんだあいつ嫌なやつって嫌われることほとんどないけど、もうネットニュース通すともうなんだこいつって言われるから、意外とでも街でみんな会うとみんなこうはってこう喜んでくれたりするから、まあネット上の反応とか反響と人気とかとリアルで会った人が、あ、あのマジで尊敬してますとか、なんか好きなんですって言ってくれる率って全然違うから、まあネットって本当にネットだけの結構クローズな世界で、特に書き込みとかをして、やっぱり芸能人についてこう、いろんなことをしてる人とかって、そんなに多くないんだなっていうのはすごく感じるよね。すごい炎上してる時とかでも街ではすごい好意的に見られるから、どっちって思う時あるんだよね。人気あんの？ねえの？みたいな。なんなの？これ？みたいな。そういうのあるよな。